壁隆信選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが恒例5つの質問をしますので丸×でお答えください。それでは正直に答えてください。今シーズンの日本ジャンプ陣不振の原因は分かっている。原田さんと一緒に40歳までジャンプを続ける。2年後のオリンピックに向けて自信はある。適当に遊んでいる。早かった。隣の人より俺の方がモテる。はい、ということで、今日は改めてご紹介します。ジャンプの斉藤浩也選手、岡部貴信選手です。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。結構忙しい時でしょ。いえいえ、もう暇で。実はですね、Eメールが会社の方に届いてまして、斉藤選手は1月のワールドカップ札幌大会でHBC の横田アナが実況されたら絶対日本人は勝てないというジンクス、知っていました？このジンクスだったの。前の日に言われました。そうですか。そのジンクスを見事に覆し3位に表彰台に上がりましたということで、そんなトークを期待してますという本当にその説はお世話になりました。ありがとうございました。いやいや、もう私はもうアナウンサー生活終わるかと思ってましたからね。あれで、表彰台に上がってくれたおかげでね、はい、生き延びることができました。はい、まあ、では今シーズンをちょっと振り返ってみましょう。早速ですが、そうですね、はい、この成績、先ほど5つの質問の中でもありましたけれどもね、不振だって言われてますけれども原因は分かっていると思うので。そうですね、まあ、まあ全体的に不振ですけど、まあ、ちょうど何もない年ですし、まあ、いろいろみんな次にまたいいジャンプするのにその辺は割り切ってメリハリをつけただけですけど、だと思いますけど。ああ、そうするともう来シーズン良くなるっていう自分たちの自信もあると。まあ、みんなそれぞれそういうものはもう見えてると思います。斉、ね、藤さんは振り返ってみて。そうですね、まあ、不振だったのかもしれないですけども、まあ、来年のために今年はジャンプを作った年だったなと思います。ジャンプ作った、ね、やはり、まあ、長いスパンでこう考えてればそんなに困ることではないということですよね。実は岡部さんね、今日ヘルメットを持ってきてもらおうと思ったんですが一つしかないんですよ。これ は、 今日はじゃあ斉藤さんのヘルメットで、はい、岡部さんがない理由っていうのは何なんですか？いや、展示するっていうことで、はい、ね、もう渡してしまいます。渡してしまいます。他に渡ってしまいます。他、ええ、はい、どうしてまたそのヘルメットが展示ということになったんですか？いや、そこら辺のちょっと理由はよくわからないですけど。そうですか、よくわからないと言ってますけれども私たちには理由はわかってるんですが、はい、こちらの原因なんですけれどもちょっと見てみましょう。大きいジャンプ台ですね、はい、先月行われましたフライングですよね。非常にこれ岡部さん風のある時だったんです。岡部さんこの映像は見てます？いえ、初めて見ました。そうですか、はい、いや、まず自分のこの姿を見てちょっと岡部さんの感想を。いや、信じられないっていうか、はあ、まあ、怪我しなかったな、本当に。ねえ、本当そうですよね。よくこうやってここにいるなっていう、ね、感じがするんですよね。この時意識はどうなんですか？いや、全く覚えてないですね。ああ、そうですか、はい、痛くなかったですか？覚えてないんで。覚えてないですかね。いや、それで結局はね、担架で運ばれたんですけれども擦り傷だったという、はい、そしてこの時にものすごいジャンプがもう一つ出るんですよね。ホルトベルガーという日本でもおなじみの選手なんですが、はい、うわー、すごい、いや、でもまずホルトベルガーの話は別にしまして、本当に無事にここにこうやってね、足も手も折らないで生きてるっていうのは奇跡じゃないかと思うんですかね。本当奇跡ですね、うん、だまだまだやれるっていうことじゃないですか。あ、そうです。2人とも、ね、40歳まで行けたいって言ってましたからね。いや、私たちああいうの見るとね、もうフライングは岡部さん怖くて飛ばないんじゃないかと思うんですけど。いやいや、まだまだ試合がある限りやっぱり飛びたいと思いますけど、やっぱり規定
険な条件ではやっぱりやってほしくないですか。あの競技はね、でもやっぱりフライングにはやっぱりなんていうか こだわりってありますか。そうですね、やっぱりジャンパーとしてやっぱりできるだけ遠くに飛びたいっていう気持ちがありますよ、ね。岡部さんの最長移動距離っていうのは207メートルです、はい。斉藤さん、今自分の自己最高っていうのは何メートルですか。そうですか、189ぐらいだと思うんですけど。どうですフライング200ぐらい。いや飛びたいんですよ、僕結構好きなんですけど、下手なんですねフライングが。でもフライングでね上位を占めた時ありますよね。斉藤さんにとって今シーズン最も印象に残る大会といいますと。それはもう札幌大会。そうですよね、そりゃそうですよ。本当にありがとうございました。その説は1月23日の様子ちょっと見てみましょう、はい、HBC で中継しました。斉藤しか残っていません。実況は横田さん。これが2回目なんですが、素晴らしいジャンプですよね。解説の岡部さんどうぞ。いやこれは僕も見てたんですけど、やっぱり素晴らしかったですね。もうパーフェクトスーパージャンプでしょ。そうですね、これで138メートルを飛んだんですが、実はですね138メートルを飛んだ後でキャンセルになったんですよね、はい、まあ、飛びすぎという、私たちにとってみればね、斉藤さんが138は当たり前でどうってことないと思ったんですが、ここでキャンセルになった時の斉藤さんの気持ちというのはどういうものなんですか。いやもう138メートル飛んでる途中に、これはキャンセルだなと思いました、ね、飛んでる空中で、はい、まずいちょっと行き過ぎたと思って。あそうですか、はい、でもねキャンセル後の2回目でもしっかりと、はい、うまい うまいですか。うまかったですね。そして久しぶりの本当に笑顔という感じがするんですがね、表彰台にも上がりました。やっぱり札幌でね、こう、そうですよね、活躍されるっていうのはね狙ってました。そうですね、やっぱりすごい気合入ってましたね。斉藤さんはあの去年の3月に膝の大きな手術をして、はい、半年ぐらいほとんどジャンプできなかったですよね。そうですね、まあ、その半年間で、まあ、いろんなことを考えれたんで良かったと思いますけど、やっぱりこの勝利というのは非常に嬉しい勝利、いつもとはまた違う。そうですね、本当まさかっていう感じの、自信はあったんですけど本当にこんなにうまくいっていいのかなっていう思いました。誰かのために飛んだっていうのはないんですか。いや横田さんのためにいやそれはもちろん女性の名前が出てくるかと思いましたが本当にありがとうございます。さてコマーシャルの後もたっぷりとお話伺いますが、プライベートな面にもねちょっとお話を聞いてみたいと思います。全日本ジャンプチーム雪印の斉藤弘也選手、岡部貴信選手に来ていただきました。やはりねお二人をお迎えしたらあの一昨年の長野オリンピックを思い出さずにはいられないんですけれども ねチーム団体で金メダル、そしてあの船木選手原田選手ばっかりちょっと目立っちゃう気もしますけれども、個人にもねどうですか。いややっぱりいろんな役割があって役割と言いますと、まあ僕らはそういう立場でいいんじゃないですか。そうですか斉藤さん。そうですね、もうちょっと目立ちたかったですけどもう遅いですね知ってる人は知ってますかね、分かってる人は分かってるっていうね、あの感動のシーンをね、はい、もう一度もう一度そして日本の岡部飛行曲線でいった伸ばしてきた大ジャンプだ岡部、大ジャンプだ137メーター日本トップ7m、あるいはトップに出てくる斉藤、さあどうか、ここから K 点越えてきた、 K 点を風は向かい風、 K 点付近も大丈夫でしょう、いい風が吹いている、全然飛び上げますよ、 K 点以上飛べばトップに出てくる、今度は高いか、大丈夫だ、高い、高くて行った、よっしゃ大ジャンプだ、原田全てこの人にかかってきた、よし大丈夫だ、 K 点が消えてきた、
にこの映像見たんじゃないですか。そうですね、久しぶりに、ね、もう一昨年なんですけどね、あの原田選手出てきたらちょっと岡部さん笑ってましたけど、斉藤さんも笑ってました。どういうことですか。もう泣きそうでしたもんね。あもう飛ぶ前かな。うん、あ泣く準備をして飛んだんですよね。そういう感じですか。でもあの岡部さんのね、あの原田さんが飛んだ時の表情っていうのは、僕はあの長野オリンピックの中では素晴らしい笑顔だっていうふうにね、一番の笑顔じゃないかっていうふうに思ってるんですが、あの岡部さんはね、このオリンピックに行く前ちょっと不調でしたよね、スランプでしたよね。そうですね、うん、ね、それを立ち直らせてくれた恩人っていうのは誰なんですか。あんまり聞いたことないですが、今なら。やっぱりまあほとんどコーチはみんななんですけど、やっぱり雪印の田尾監督がやっぱりいろいろもう付きっきりで見てくれたんで、間に合ったと思いますけどね。オリンピックひょっとしたらダメかなと思ったことありました。いや、思わないようにやってましたね。あのそれでスキーの長さということで、もう一番最大の犠牲者というような感じで岡部さん言われるじゃないですか、はい、そのことについて本人はどうなんですか。まあどうでしょう、まあ、難しいですけど、いやでもこれからやっぱり技術を磨いて、スキーの成果どうかやっぱり今わからないんで、もっともっとジャンプを完璧にして、それからスキーの成果どうか。素晴らしいですね。ね、もうちょっと復調の兆しですもんね。でもあのだとやっとシーズンが終わって、今は何をなさってる時なんですか。今本当に何もない時期で。あ、お休み。はい、あ、何してるんですか、斉藤さん。僕は昼寝を。今まだ寝れなかった分。ああ、もう寝だめですか。寝だめですね。あ、岡部さんは。そうですね、ほとんど家から出ることないですね。昼は。夜これからはちょっと行動しようかなと思ってますけど。適当に遊んでるってね、先ほど丸でしたけれども、どんなことをして楽しんでますか。やっぱりあまり飲みに行く会とかね、うん、なんか今までなかったんで、うん、岡部君とかと行ってます。わ、たまに。たまにね、はいはいはい、お酒は強いんですか。酒はダメです。ダメです。2人で行ったらモテるでしょ、本当に。いやね、みんなキャーキャーでしょ、はっきり言って。なんか単なる親父みたいになってますけど、私の質問は。横田さん連れてってもらえばいいんじゃないですか。いやいや、またがっかりするだけですよね、私はね、はい、さあ、いつからまたね、来シーズンの指導始まるんでしょう。本格的には連休明けからですけども、一応10日から自主トレっていう形で各自で指導していきます。自主トレ、はい、ですか。ね、本当に短い休みの間にね。いや、本当そうですよね、今のうち英気を養ってくださいよ、ね、来シーズンのために。はい、今日はジャンプの斉藤秀也選手、岡部貴信選手にお越しいただきました。番組の最後までお付き合いください、はいはい。